よし、いい感じで会社選考を通ってるぞ。第1次の SPI とウェブテストに合格し、2次面接にも合格。ここはどうしても行きたかった第一志望の会社だ。明日はいよいよ集団面接。必ず通ってやるぞ。んお、新着メールが届いてる。集団面接の詳細だ。なになに集団面接は服装自由ですか皆様の個性、カッコ、ファッションセンスを活かした服装でお越しください。おお、これはまた難題だけど面白いな。よし、バッチリ決めていくぞ。ええー、集団面接開始5分前です。もう少々お待ちください。あ、え、ちょ、ま、何これ俺だけなんやけど、しゆなん。 なんでおい。個人の個性を活かせて書いてあったんやめっちゃ浮いてんねんけど。えー、なお、メールで一週間前にお伝えしたように、本日は3時までとさせていただきます。その他詳細は一週間前にお伝えした限りです。あ、え一週間前昨日のメール、昨日来たんやけど。あ、えもしかして、俺が昨日見たメールって、滑り止めで受けたアパレル会社からなんじゃ。よくわからんアパレル会社の集団面接、4日後に控えてるし、そういや面接でファッションセンス見るとか言ってたわ。あ、わた。第一志望の集団面接、メール見間違えて、みんなスーツのところ、一人だけザな私服できた。 勘違いした。では、帝国なので、これより集団面接を始めます。まず左の谷平さんから、志望動機を教えてください。はい、私は御社の。あ、終わった。おわわおわ。みんな就活生の中、一人だけシンガーソンがおるやん。完全に終わった。はい。では、えっと、中央の山田さん、志望動機を。はい。あの、御社は、インターンに参加させていただいた時、マナーやモラルをすごく重視する会社だと話されており、とても誠実な会社だと感じ、それが自分自身の性格に合っていると感じ。あ、終わった。こんな姿でどの口が誠実が正確に合うとか言っとん。説得力終わったなんやけど。 山田じゃなくて、大渡って名前に変更しようかな。山田くん、この書類整理しといてね。はい。受かるんかい。まあ、毎日投稿するんで、よかったら高評価とチャンネル登録してね。